どうも、キューティーの山田です。どうでした？出待ったろ。クミン王国。クミン王子か。というわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。バイス。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。うん、どうぞ。よろしくお願いします。ナイスです。横浜ミスター関、コリアンの皇太子だ。外交関係か。今回の都市伝説は、今も巧妙に作られるフェイクニュースやネットでも、実は嘘は泥棒の始まりと言葉の通り、事件にまで発展してしまった例が昔から存在するのね。というわけでですね、今回その昔から広がるネットデマについて触れていきたいと思います。まずは一番大きく騒がせて世代の人が印象深いものでいうと、スマイリー菊池誹謗中傷事件なのね。まずこの事件を説明するのに外せないのが、1988年から89年にかけて起こった凶悪事件、女子高生コンクリ詰め事件が関係してるのよ。ってこと？つけんな。このコンクリ詰め事件からおよそ10年の歳月が流れた1999年春頃、ピン芸人のスマイリー菊池さんがこの事件の犯人とする噂が、コンクリ事件を調べていた一部のユーザーの間でネット上に流布してしまったのよ。このコンクリ事件っていうのは足立か葛飾とかその辺であった事件。そうだね、隣町だから覚えてんだよ。お前か。そしてそれも当時の5チャンネルを中心に根も葉もない噂が発端だったのね。菊池さんはボキャブラ天国の中期以降の人気に貢献し、後に冬のそなたのヨン様のモノマネでもブレイクすることになる芸人だけども、彼はかつて不良だった過去があり、出身地が事件現場と近く、当時逮捕された犯人たちと同年代だったために疑われたというのよ。当たり前だけども、そんな条件と一致する人間は他にもいくらでも存在するのね。当然菊池さんは事件には全く一切関係ない。コンクリ事件当時、週刊誌などに掲載されていた犯人の実名や顔写真はいずれも菊池さんとは似ても似つかないものだったのよ。いや菊池最悪だろ。後に著名な警察 OB のコメンテーターが執筆した事件の暴露本にも、菊池さんに共通する人物像に関する記述があったことがより拍車がかかり、10年以上にわたり根拠のない誹謗中傷行為にさらされる冤罪事件が発生してしまったのよ。この暴露本というのはフィクション小説ですね。いや、フィクションじゃないですか。じゃあ菊池じゃねえかよ。そういうこと言うな。その後2009年に書き込みをした数名を書類送検し、犯人は不起訴処分になったけども、いわゆるネットイナゴによる卑劣な書き込みは沈静化していったのよ。ネットにおいて一人の人間に対して誹謗中傷した複数の加害者が一斉摘発された日本で初めての事件なの。そして最近のものだと、7年前の熊本地震ライオン脱走事件もデマが原因なのよ。2016年4月、観測史上初めて続けざまに最大震度7が2度襲った熊本地震の直後、街中を歩くライオンの写真とともに、おいふざけんな、地震のせいでうちの近くの動物園からライオンが放たれたんだが熊本とツイッターにツイートされたのよ。キリンも出てたよ。触んなかよ。そして2万人以上にリツイートされたこととなり、熊本市内の動物園に問い合わせが殺到したのよ。来たよね。日本は世界の縮図とも言われてるね。そして九州っていうのはちょうどアフリカに位置するんだよね。おお、遅いじゃないですか。でもアフリカはもう完成したわけでしょ。デマ流すか。しかし実際にはデマであったことが発覚し、熊本市動植物園の職員を問い合わせ電話に対応させるなど、業務を妨害した疑いで、このツイートをした当時20歳の男性を偽計業務妨害の疑いで逮捕したのよ。男は悪ふざけでやったと容疑を認めているというのね。そして災害時にデマを流し業務妨害をしたとして逮捕されたのは、この事件が初の例だったのよ。この事件の怖いところは、地震直後の被災された方たちの不安心を煽り、地震関連の情報が拡散されやすい状況であったことから、くだらないネタツイートが拡散力を獲得し、 SNS のリテラシーに通じていない人たちのところまで到達してしまったところだ。そしてこれは本当かなとして吟味し疑うよりも、先に謎の使命感に駆られたタイムラインの人たちによって一気に拡散されてしまったのね。もうしません。いや20年後か。そして炎上もネットデマからも、特に昨今の SNS では怒りのベクトルが一斉に同じ方向に向きやすく、正義感が暴走しやすいのよ。それが実際に拡散されてより良い社会になっていけば良いけども、自分自身のネットリテラシーも良くなっていかなければならないのね。この地震の時ってね、人工地震説っていうのもたびたび話題になるけど、そういう時はもう静かにして壁に向かって立ってた方がいい。地震起こるから。